帰ってきました。ただいまなさい。先ほど買ってきました。はい。まあ料理編をすることは、はい、ということは、はい、なんか作れるでしょうね。はい。釣果はこちら。味が1、2、3、4、5、6匹ですかね。はい。いいね。一人。そして釣り岡。すいません。今回もやりました。やらかしました。緊急を犯しました。釣り岡。釣り YouTuber にあるまじき行為第2弾です。すいません。魚が上がってきました。いや本当にこればっかり勘弁してください。もうちょっとただですよ、島人って頑張ってから。ただですよ、なんかいい魚をね買ってきたわけじゃないんですよ。見てください、300円のエソ。エソ、うん、今回ねエソを釣って、うん、かまぼこをねしたかったんですよ。そう、うん、仕事とかそのエソすら釣れなかったからこんなんでしたね。多分ここの部分ぐらいしかのサイズしか釣れなかったから。このエソでかすぎらん。すいません、僕たちの島での頑張りに免じてお許しくださいと。頑張ったんですよ、はい、また。じゃあ作りますかね。はい、うん、まあ料理編をね楽しみにくださってる、はい、見てくださってる方もいますので、はい、料理は欠かさず、はい、やっていきます。はい、じゃあ行きますか。はい、あのエサのかまぼこ、うん、で申し訳程度にちゃんと釣ったい。これを混ぜるからね。なるほど。まあだからこっちはつなぎやね。つなぎがえらい量やけど。これがメインですね。そうそう。これがじゃあいきますかね。お願いします。エソさばこ。てかマジでかっ。嘘やろ。そんなエソだったら釣ってみたいですよね。え嘘やろ。こんなおると。おるやろ。マネタより多分長いですよ普通に。こっちの顔見て顔。やばかよね。歯がやばい。怖。え歯がすごいここ。これなん？層になってる層。ね。しかも中にもあってほら。うわ。ベロにもあるの。いや嘘。あやば。全歯。いや。こいつに食われたらもうとんでもないことやろうね。え、キビちゃん鱗取ってー。はーい。これだってこんくらいのサイズでさ、こんくらいのルアーにくっついてくるけんね。ねえ。よっぽど獰猛なんでしょうね。凶暴極まりない。そんな獰猛ない。そう獰猛。じゃあ鱗取ってきます。はい、でかー、なんこれ重っ。でも、エソって売ってるんすね。まさかエソ売ってないやろって言ってきたら、あったけど、しかも、超巨大。もうこれでね、文句を言われたらね、もう重っともんもうその通りでございます。禁忌ですからね、これは釣り YouTuber にとって。申し訳ねえって言ったのに、ね、エソもさ、結構釣れるところと釣れないところがはっきりしてるから、うん、釣れるところずっと釣れるんだよね。いきまーす。はい、頭から。エソを食べるのはこれで3回目ですね。そうなの、ね、多分。でもさ、かまぼこにされるぐらいで相当お腹で取り寄ってるね、これね。え、うん、確かに。もう長ひずの長さ、うわ、すげえな、これ。はい、いきまーす。うわすごいでかさ、身が、よし、うわ、長っ。長いっちゃないと思う。まあまあな量だぞ、これ。ね、うん、ほんとそれ一匹で十分かもしれんね、下手したらね、下手せんでも。この他にもね、何匹かまだエソ売ってやったけど、でかかったもんね。でかかった。変にしてね、音がいいね。聞こえる聞こえる、行くよ。聞こえる。ドレミファソラシラーって。おお、ほら意外とね、よーっと探せばね、すごい多分いろんな骨がある。ほら、ここにも、ここ。ああ。ほら、ここにもあるじゃん。よっしゃ。ほら、骨がすごいもん。分厚さ。うわ、やば。うわ、どんなとこまでもない。え？やばかろ、これ。ほぼ骨。こんな感じの骨が入ってる。こんな感じの骨が入ってる。どっかの、マジで。どっかのギャングのポーズみたいなので。イエース。すごいよマジで骨。2列あるよこれ、中骨。ちょっと触ってね、ここ触ってね。2列ある。おり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 。中骨の2列、こうなってますね。しょうがねえな、これ取れてか取ろう。これやばいよ、これどうする、どうする。はぁ、言い直した言い直した。それでは、はい、ちょっとダダダと雑にやって、はい、あ、叩く感じ。そう、ある程度手でやれるとこまでやって、はい、水にさらしたら、あの骨と不純物が浮いてくると。なるほどね。そういう話を
某グーグルで見ました。確かに触ったらすごい。あーこれダメだ、もうちょっとだ。もうね、身に潜り込んどるじゃん、ほんが。疲れた。オッケー。じゃあ水にさらして数分待つとかな。もうさらしてやって、ちょっともう俺も Google 先生からしか聞いてないけど、あ不純物を置いてきてるね。骨はどこ行ったよ。うん、両手見ればね、骨も浮いてる。浮いてる。うん。え、これ強そうよ。ちょっと一回入れてみて。え、めっちゃ弱そうじゃないですか。思えろ、結構強い。これなんか蜘蛛の糸で。ほら。一回。破りに行きよっか。強くね。はい。はい。ああ、いいな。いい。そういえばかまぼこを作って何作ったんですか。かまぼこを食べる。そう、かまぼこを食べる。そういう動画なんですか。かまぼこを作って食べる。なるほど。まあそれはマヨネーズをつけてもいいし、これね、なんかグラムをしっかり測っとった方がそれに対しての塩の量っていうのがあるらしいから。ほうほうほう。俺1キロぐらいあるじゃない。500、600。ないか。600。800。すごい。844。じゃあこれミンチにしていきます。はい。お。ああどうした。よしマジで細かくてやん。そう。シャリシャリいいっすもんね。よし。じゃあすりバッチングしていきますよ。よし。骨を潰す感じね。はい。ああいいねいいね。こんな風に入れます。はい。はい、よし。妖精さん卵白を入れなきゃいけないの。へえ。あ、なんか前入れたような気がする。ほら、これ元々がこれで、おこっち、うん、おー全然艶が違いますよ、ほら全然違う。で、ラストでこれ混ぜたらいいんじゃない。で、次混ぜるときったら混ざりやすいじゃない。メレンゲになりそうけど、大丈夫かな。大丈夫やろ。ちょっと入れてみる。はい、卵白。はい、全部混ぜる。全部入れてんじゃない。混ざるかな。混ざる。気持ち。せっかくしょ。さっき3、4度出したよ、男で。混ざる。もうお前いけた。あ、ほら、いけた。いけた。じゃあいいかな、これで。はい。はい。おーし。じゃあもう完成かな。完成ではない。これに、こんな感じで丸く。まあいいじゃないですか。じゃあユッキーの理想の形にしていって。オッケー。じゃあ俺ちょっとサラダ油手に塗ろうかな。ユッキーの理想の形ね。理想の形ですね。あの別に何かとは言わんよ。足らん。足らん。よし。はい。じゃあ成形していきます。はい。はい。もういい？おい、もういいんじゃね？うん。ちょっとね、うん、そうですね。うわ、綺麗。ちょっと形の。え、めっちゃ綺麗じゃない？あーし。スライム。はい。あー、俺こんぐらい好き。じゃあ、はい、このくらいの人じゃなかった、何倍言うか全部忘れていた。このくらいの人がどうしたですか。普通のサイズだったら15分らしい。うん、ああなるほど、うん、でもこのサイズだから多分3、40分かかるかもしれない。もしかしたら1時間ぐらいかかるかもしれないから、はい、蒸し器に投入お願いします。お願いしますね。ダンって言ったばい。ダンって言ったばい。せっかくの俺の。よっしゃ、よし。じゃこれで様子見ながらしていきます。はい、はい、じゃあおやすみなさいと。うわ、すごっ、うん、メラメラになったですね。なんか脳みそみたいになった。あれから1時間経ちました。はい。はい、えらいことになってた。はい。ほら、C よりの D から えらいことになった。H とかになったんですね。Z ぐらいあるじゃない。ちょっと浮いてるからね。ちょっと鍋変えました。はい。開けますよ。なんかね、うん、カットなんかったけどね。パ。うおーし。いけた。
行けたね。約1時間やったね。あ、プランプランプランや。めっちゃいい匂いする。マジでていうか味付け塩しか入れとらんけんね、ぶっちゃけね。うん、いける。3、2、どうぞ。いや、熱い。ほら、こんくらいですんだ。どうも。うわ、これどうしよう、ひっくり返したらいけるかな。多分いけると思いますよ、もう固まっとっけんす。いきます。はい、どうぞ。よし、はい、よし、はい、これ取れるか。あ、高い。テコテコ、テコテコ、あ、おテコ、おテコ。熱い。あの、物が熱いっていうよりか、蒸気がやばい。あ、でもしっかり火取る。お、来た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 。おーおおおおおなんか、あれですね、あの、砂糖の、砂糖のお菓子なんでしたっけ、膨らむやつ。あー、カルメ焼き。それ、それ見て。いくよ、うん、ちょ、もう一回ダーンって切るよ。切りましょう。いった、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 やったこれやばくない？ね、綺麗。え、しっかり火取ってる。やっぱ妥協せんでガッツリ行ってよかったね。うん。いや、これ絶対うめえわ、これ。うん、うまい気がする。いや、頑張ってね、釣ってまあ、味をね作ったかいがある。あ、味もいい。アクセント、アクセント。ほんと成功でよかったね。成功、成功。まだ味はわからんけんですね。じゃ、ちょっとこのままいただきますよ。はい、いただきます。はい、いただきます。うまっ、うまい、うまっ、うまい、うん、ピッピンきた。うん、骨あった。あ、骨あるね。あれやろね。うん、これ食ったとこは骨なかったっすね。いや、でも骨取り出せる、全然。てか、大丈夫な骨。あの、スプーンで取ったらもうかまぼこや。マジや、かまぼこ。うまい。うん、バリうまくないですか。うん、めっちゃうまい。バリうまい。これ醤油、あっち、あー、醤油合う。うん、うまい。うまい。これ、こう、わらび醤油や。たまに骨あるけど、全然気にならない。全然気にならない。うお、うまっ。バリうま、マンキンタン。てことで、はい、あ、はいはい。まあ、今回は買いましたけど、はい、エソって釣れる場所はいっぱい釣れるから、うん、まあ、ぜひ皆さんも試してみたらいいんじゃないですか、今出てきた。まあね、釣りの後のあれなんであれですけど、まあ、今回はね、ちょっと実験的な、うんうんうん、ね、試しで、試作で、うん、はい、緊急を犯しました。はい、だから今度からエソを持って帰る機会が増えるかもしれないね。うん、いや、ありだと思う。うん、もう、はんぺんとかね、なんか他の練り物も作ってみたいね。ね、うん、ということで、うん、以上、かまぼこ作りでした。はい、大成功。こんな映像でね、釣りは大失敗。釣りは大失敗。認めます、それは。うん、はい、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。